こんにちは、こんばんは、おはようございます、ジーンです。今回もジージェネーションジェネシス早速やっていきましょう。いやー、それにしてもね、皆さんどうですか。最近ね、ちょっとね、寒なりましたよね。まあ今に始まったことじゃないんだけど、こうなんか12月っぽい感じがしてきたなという感じはしないでもないですね。ということで、さばかれし者やっていきましょう。お、宇宙だ。ちょっと待って、宇宙じゃん。待って、編成し直さないとまずいんじゃないか。これ使えないぞ。スレイブレイス使えないね。ということで、こいつをこれですね、サイコミシステム高機動試験機、こいつに乗り換えていきましょうかね。他は大丈夫かな。他は地上専用機はなかったと思うんですけど、多分大丈夫だよね。これスーパーガンでしょ、問題ないはずですね。あとはうん、よし、いいでしょう。やっていきましょうか。さばかれし者ですね、こちらの方やっていきましょう。キャリフォルニアベース掃討作戦は連邦軍が勝利を収め、北米におけるジオン軍は撤退を余儀なくされた。この作戦で対峙したブルーとイフリート海エグザムを搭載したこの2機のモビルスーツの戦いは相打ちに終わる。あれ相打ちなんだ。連邦とジオン両軍に存在したエグザム、果たしてエグザムとは何なのか。その謎を知る一人の男がいた。クルスト・モーゼス。誰だこいつ。ジオンから連邦に亡命したエグザムシステムの開発者である。なるほど。クルスト博士はもともとジオンのエグザムシステム第一人者だ。エグザムがジオンに存在するのもそのためだ。博士はニュータイプの研究をしていたらしい。結局あれだよね、どこもニュータイプの話だよね。ニュータイプについて詳しいことは俺にもわからんが、普通の人間より勘の優れた人間だと俺は認識している。そのニュータイプの被験者を使った実験の中で生まれたのがエグザムだ。博士は今も連邦のエグザム研究施設で実験をしているはずだ。エグザムを搭載した残り2つのブルーをな。2号機と3号機。2号機と3号機。失われたかに見えたエグザムは未だ存在していた。そしてイフリート海を失いながらも生き残ったニムバス・シュターゼンは連邦のエグ…ああ、失礼。見つけたぞ、クルスト・モーゼス。連邦に寝返った裏切り者め。ニムバス・シュターゼン、私とエグザムを追ってここまで来たか。その執念、やはりエグザムを使いこなせるのはお前しかおらんようだ。こいつマッドサイエンティストじゃねえか。ニュータイプに裁きを下す者。ニュータイプに裁きを下す。それで命乞いのつもりか。2号機はお前のものだ、有意義に使え。こいつやばいね。今さら私を選ぶなどと恥を知れ。あ、撃たれた。撃たれたぞ。大丈夫か。クルスト博士を殺害したニムバスはブルーディスティニー2号機を出し、ユーはその2号機奪還を命じられ、残された最後のエグザム搭載機であるブルーディスティニー3号機へと乗り込む。2号機を奪ったニムバス、3号機を託されたユー、互いに同じブルーを狩る二人は裁きの時を迎えようとしていた。あれだね、なんだっけ、スターダストメモリーズみたいですね。1号機主人公が乗って2号機パクられて3号機で撃墜しに行くという。まああれ最後3号機と戦ったのは2号機じゃなかったけどね。お、雪か。裁かれし者。渋ガトーさん。
U、 3号機の組み立てが終わった。これで再びお前ブルーのパイロットだ。奪われた2号機を3号機で止めろというわけ。そうだ、2号機に対抗するにはこれしかなかろう。アルフ、2号機を追う前に聞いておきたい。エグザムとは一体何なんだ。いいだろう、3号機に乗るのはお前だ。お前にも知る権利があるな。ああ頼む。そもそもエグザムの役割は機体が得た情報をパイロットに直接フィードバックさせることで戦闘能力を飛躍的に向上させることにある。だがクルスト博士はこのシステムをある目的のために使おうとしていたようだ。エグザムが作られたことには理由があると。そうだ、その目的はエグザムに間違いなく反映されている。それこそがあの暴走だ。何？お前がキャリフォルニアベースでジオンのエグザム機と戦った時、ブルーのエグザムが自動的に発動しただろ。あれはエグザム同士が感知し合った結果に他ならない。エグザムをエグザム同士で戦わせるために作られたとでも言うのか。結果的にはそうなってしまったが、本来はエグザムに酷似した存在、ニュータイプを想定したものだ。ニュータイプだ。ニュータイプはクルス博士にとって戦闘能力の突出した新人類だ。博士はニュータイプを研究するうちに、いつかニュータイプが我々人類を滅ぼす存在になるという結論に行き着いたらしい。飛躍してんな。つまりエグザムはニュータイプに対抗するために作られたシステムだということか。ああ、博士にとってエグザムは完成していたのだろう。ニュータイプの存在を感知した際に暴走を意図的に引き起こし、人間をニュータイプに対抗できる殺戮機械にすることこそエグザムの真の目的。それを生かしきる機体とパイロットを博士は求めていたのだと思う。連邦もジオンもつまりは関係なかったわけだ。ニュータイプとの戦いが目的だからな。そうやな、ニュータイプか。俺は今亡くなったクルスト博士が残した研究データを解析している。エグザムとニュータイプについてまた何か分かったことがあればお前に伝えるつもりだ。すまない。 U、 3号機は連邦に残された最後のエグザムだ。そして3号機を乗りこなせるのもお前しかいない。お前が2号機を止めるんだ。ああ、そのつもりだ。止めんかったら大変なことだな。 U、 2号機の行き先がつかめたようだぜ。それで2号機の逃走ルートは。はい、2号機を積んだコムサイは大気圏離脱後に軌道上のムサイと合流、サイド5方面に向かった模様です。サイド5？ ルーム注意。確かにあの辺りにはジオンの研究施設が存在すると聞いたことがある。やつは2号機を手土産として持ち帰ろうとしているってことか。本部からの指令では奪われた2号機を奪還もしくは破壊を行い、ジオンでのエグザム開発の阻止しろとのことです。ってことは俺たちも宇宙に上がるってことがいい。はい、宇宙へ上がるためのシャトルは用意しています。うん、手際がいいですね。シャトル。それで俺たちの搭乗機はどうなるんだ。 U は3号機に乗るとして、俺と サマナは宇宙用の機体なんて持ってねえぜ。フィリップ注意いたしによ。おぉボールが支給されています。ボールかよ、やってられんぜ。扱いがひどすぎやしねえか。仕方ありませんよ。今はチェンバロ作戦の影響でジムはソロモン方面に回されちゃってるんですから、ブツブツ文句言ってる暇があるなら準備を手伝ったらどうです。打ち上げまであまり時間はないんですよ。しょうがねえな、さっさと準備しちまおうぜ。いやいやいや、そんだけ攻撃食らったらシャトル爆発や。撤収。ザクザク、あれなんだ、ズゴッカ。クソ、なんでこんな時にジオンが来やがる。おそらくキャリフォルニアベースの残存部隊だ。やつらはここのシャトルを奪って宇宙へ逃走するつもりらしい。迎撃するしかないな。3号機を出すぞ。 U、 それが最後のエグザム機だ。交換は効かないからな。了解。ダーク、俺たちも訓練用のザクで援護するぞ。訓練用のザク、訓練用のザク。狙い気に狙い撃ちされないようシャトルを死守してください。えいえい、分かってますってモーリンちゃん。それじゃあ始めるとするかい。訓練用のザクなんかあんねやな。 HP50% 以上保った状態で敵軍ユニット全滅できるか。全滅してやるよ。ザク、あ、寒冷地仕様ね。これはなんだ、ズゴック。グフですね。相手のザク2は寒冷地仕様じゃないけどいいのかな、あれは。とりあえず攻撃を仕掛けてみますか。とりあえず、おっと、能力的には変わらない感じはするが。よし、一応ぶちかますぜ。ぶちかまそうぜ。
よしよし、いいぞ。避けろ避けろ、避けて行け。僕だっていつも隠れてばかりいられないんだ。この人なんか毎回そんなこと言ってるけど、そんなに下手れなのかな。痛い。さあ、ユウカジマ行け。さあ、攻撃だ。好きにはさせん。よし、いいぞ。オッケー、いい。さあ、敵を全滅させればいいんですね。あ、待て、それはまずい。うわ、やった。あれはやったな。あれはやったぞ。ちょっとこれを置いておこう。これはやったな。これまずいやつ。痛い。ああ、やってるやってる。これマジやってる。これはやった。ちょっと出すぎた。完全に出すぎたね。この距離は無理だね。ここは？ここはいけるか。当てろよ。頼むぞ。当てるんだ。よし、いいぞ。いいぞ。当てるんだ、そこ。さあ、戻りましょうか。これ、まずいぜ。まずいって。よし、いいぞ。戻れ、戻れ。戻れ。マジやば。これやばいって。ドム来るじゃん。ドム絶対来る、あれ。それだけは避けたい。エグザムシステム、エグザムシステム使ったらどうなの。スタンバイしたけど、ミスト近接戦とはまずい気がするな。ミスが相手に近接戦とはまずいね。さあ、当てていけ。よし、いいぞ。オッケーオッケー。この距離で戦いたいね。来な。そうそう、来るんだよな。グフは正面から来ますよね。痛い。あら。いやーん、やめて。やめてやめてやめて。まずいって。危ない危ない危ない。それ結構まずいよ。システムダウン。システムダウンは別にいいでしょう。こう、ビームライフルもう一マスいけるね。オッケーオッケー。よし、いいぞ。いい、いいぞ。さあ、撃破。いけ、いけいけ。どんどんいけ。ここ、オッケー。使えるね。さあ、このドームを退けなければ。いい、いいよ。いい感じだ。このドーム退けよう。イートホーク、オッケーオッケー。寒冷地をなかなか戦えるじゃないか。いいぞ、いい感じだ。さあ、出て、あー、戦えない。あー、当たらないね。距離が遠すぎる。オッケーオッケー。いやー、よかった。なんとかリカバーできたね。なんとかリカバー。あー、待って。待って待って。うー、やばいって。このグフメ、このグフめやってくれる。いけよいけよ、頼むぞ頼むぞ。当てろ。いいよ、クリティカルない。あっと、おっとおっとおっと、いけるか。よしよし、ナイスだ。撃破だ。いい感じだ、これ。なんとかなりそうだ。さあ、ザクを相手にしていこう。ザクを相手にしていこうか。落とせ、どんどん落とせ。いいぞ、大丈夫だ。どんどん落としていけ。オッケーオッケー、いいよ、いいですよ。さあ、どっちも来るよね多分。あ、来ないか、上から来るか。ラッキー、それならマシだ。痛い痛い痛い、落ちる。ああ、もう外さないで、お願いだから。
これ大丈夫か、いけるよな、頼むぞ。あぶねえあぶねえ、危険すぎ、むっちゃ危ないやん。ヒートフォーク倒せ、いいぞ、いいぞ、さあいけ、よしよし、オッケー、来てる。さああとは当てろよ、頼むぞ。 89% ちょっと怖いな、 89% ちょっと怖いぞ、セーブしとくか。 89% ちょっと怖いねああいうのを調子に乗っていって外すとかよくあるからね。これがシミュレーションゲームの怖いところですよね。あのパーセンテージがかなり高くても外すってありえるからね。さあ行きましょう。オッケー、倒しました。オッケーオッケー、シャトル守りきってる、シャトル守りきってるよ、いい感じだ。オッケーオッケー、まだいける、まだ 50% までは余裕があるな。さあ出ておくか、先に行くぞ。これでオッケーだろう、いけるでしょ。さあ、あ、ここ仕掛けてこないか、仕掛けてこない、止めに入らないといけないけど、優先ミサイル当てろ、 OK、 いいぞ、なんとかなる、おそらくなんとかなる。 OKOK、 来てる、なんとかできそうだこれ。さあここで勝負だ、やばいぜ、あれ当てないとまずいぜ、やばい、うーん、2発食らうな、2発食らって大丈夫だろう、多分大丈夫だと思うんだけどな、いけるよな、ちょっと怖いな、これもしかしてダメなやつか、届かないんだよね、頼む残ってくれ。あ、そっちかそっちに来るのはいいけど落ちちゃうんじゃないか、大丈夫か、危ねえ、あ、こっちに来るか、ラッキー、これはラッキーだ、危ね、相当危なかった今。さあこれで決着、リザムシステム使いますか。さあ行け、行くのだ、さあボロボロのザク、よしよし、なんとか守りきれたろ、これで多分大丈夫だ、僕だってやるときはやるんだ、やるときはやってくれ、やれやれ、お前さんも必死だね、オッケーオッケー、仕掛けるなら今しかないな、これで終わりだ、手加減はしない、よし撃破、いいぞ、守りきった、シャトルは完璧だ、オッケーオッケー、守りきったよ、敵の殲滅を確認、シャトルは打ち上げ体制に入ります、直ちに帰還してください、なんとか迎撃できたみたい、危ないところでしたね、いやーけ、張り合いのない連中だったぜ、まあまあ苦戦したっちゃ苦戦したよ、周囲に敵がないようだな、帰還する危なかったけどね、ちょっとね、3号機収容完了だ、モーリンちゃん準備 OK だ、これ以上敵が来ないうちに早いとこ打ち上げてくんな、了解、これより2号機奪還任務を遂行するためサイト5へ向かいます、募集 OK、 打ち上げ発進します、さあ飛びな、よかったよかった、危ない危ない、さてこの後どうなっていくんでしょうかね、戦場を宇宙に移すわけですけれども、まあ間違いなくあれですよね、ニムバスシュターゼンとぶつかるってことですよね、うん、ニムバスとぶつかるのはいいけど、
やれやれ、ようやく宇宙かよ。シャトルから乗り換えていったって、こいつはただの輸送艇じゃないの。ぼやかないでくださいよ、フィリップ少尉。ようやく友軍とのランデブに成功したんですから。はい、輸送機でも輸送艇でもサイド5へ向かうことは可能です。そうは言ってもよ、少しは俺たちにも休息ってもんが必要じゃねえかい。確かにイグザムに関わって以来休みなんてありませんでしたからね。どうしたんだ技術士官さんよ、そんな神妙な顔つきで船酔いでもしたか。実は話がある。クルスト博士が残した研究データを解析したんだが、俺はとんでもない事実を知ってしまったようだ。一体何があった。どうやらエグザムはニュータイプと目される14歳の少女の精神パターンをコピーすることによって生み出されていたらしい。そしてエグザムの完成直後、博士の実験に協力していたその少女は意識不明になっている。つまりエグザムはその少女を人柱にして作られたシステムだったようだ。少女、マリオンのことか。知っているのか。うまく説明はできないが、ブルーを通じて彼女の声のようなものを聞いたことがある。あの男、ニムバス・シターゼンも彼女のことを知っていたようだ。ちょっとお待ちくださいね。はい、すいませんでした。続きをやっていきましょう。おそらく間違いないだろう。そうか、やはりエグザムは存在してはならないシステムなのかもしれんな。はい、サイド5ですね。ボロボロじゃないですかサイド5 ボロボロですよ。ジオン軍エグザム研究施設、エグザム研究施設にしてはボロボロですね。エグザムが反応している。連邦のパイロットめ、わざわざ私を追って宇宙に上がってきたか。エグザム誕生の地であるこのサイド5のコロニーで決着をつけるの悪くはない。さあ来るがいい、私はここにいるぞ。うん、決着つけてやろうじゃないか。さあ輸送ってほんまにボールやほんまにボールや。アルフの言う通り、エグザムエグザム同士引き合うらしい。敵のやつの敵意を感じる。2号機あのコロニーの中、エグザム実験施設にいる。中に入りたいんだが、ザクがいっ、ザクとドム、リックドムやね。ザクとリ、あ、ゲルググもいる。いっぱい出るな。囲まれたぜ。決着をつけてやるとか言って、もう完全にここで潰しにかかってきてるじゃないか。囲まれちまったが、ユー、艦の防衛は俺たちに任せて、お前はエグザム実験施設へ行け。待て、艦を守るだけなら僕たちでもなんとかなります。ならねえだろ、あの数。絶対ならないって、ボール2機じゃ無理だって。水臭いこと言うなら、あいつを倒せるのはお前しかいないんだ。頼んだぜ、ユー。ユー注意。必ず帰ってくると信じて待ってますから。了解だ、2号機は俺が止めてみせる。待て。この数に囲まれたらボール2機じゃ無理だろ。さーて、追っ始めるか。火力はちょっと劣るが、機動性はピカイチだ。はい、ユー注意が帰ってくる場所を失うわけにはいきませんから。絶対にあかんて。ボール2機じゃ絶対無理だって。見つけたぞ、ニューマス。やはり来たか、連邦のパイロット。こんなところまで追ってきてくれるとは感謝の言葉もない。だが、貴様はここで葬り去られる運命にあるのだ。ニムバス、ここで決着をつける。自分出撃、うん、まあそういう形にはなるよね、それはね。挟み込む形にはなるね。ただただですよ。どうしたもんかね、これね。さあ、第一波がどっちから来るかだよな。正面。OK、わかった。無人は決まった。U がニムマスを撃破。敵軍ユニット12機以上撃破後、ニムマスを撃破できるか。OK、12ユニット撃破したらいいんだね。任せなさいよ。正面が2小隊。横が。うん、とりあえず出撃、こちら側はこうだね、うん、マスターユニットに任せたよ。後ろは任せた。 OK、 正面と横の方が近いよね多分ね。そうでもないか、いや多分そうだよね。
に横の方が近いので横、オッケー、こうだね。ここで行こうか。こうだな。よしよし、これで横 OK。 さあそしてだ、こちらも横。何を、この舞台をやっぱり育てたいですよね。この舞台を育てたい。行きなさいよ、この舞台を育てていきましょう。スーパーガンダム、際がいいかな。 OK、 いいね。よし、この布陣で戦いましょう。とりあえずはこの布陣で戦おう。うん、で、牛カジマは様子見だね。うん、牛にユニット撃破のした後だからね。おっと、そのまま無視していく感じか。心外だな。ちょっと傷つくぞ。無視の度合いが半端ねえ。ガン無視じゃないですか。止まる気ないだろ、本当に。撃ってくるね。ずいぶん撃ってくるな。そう、ガン虫か。絶対に行かせないからね。待て待て待て、こらこらこら、待ちなさい。このマジか、こいつら直接来るか。あ、避けられた。さあそこは足止めさせてもらう。ここは足止めさせてもらうよ。ということでちょっと見てみましょうかね。新しい地帯ですので、いた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 、この戦いは引き続くか。やおえ、おお、いいね、スーパーガンダム。これ以上の抵抗は無駄です、引いてください。ビームライフルじゃないもんね、ビームスプレーガンだもんね。ね、いいよいいよ、撃破だ。さあいいですね、撃破と。つうか今回で多分ブルディスティニー終わりだよね、多分そうだと思うんですけど、ハンネル使うまで至らないね。さてパーフェクトガンダムがレベルが上がりそうなので撃たせましょう。さあ撃破、うん、ザクごとき敵ではないわ。このあくまでも無視していく感じか。おっと、ロングライフル打たなくても大丈夫か。ミサイルポットでいいよね。ロングライフルをちょっと、エネルギー消費が激しいな。よし、いいでしょう。お、いいね、イントレベルアップ。さあレベル7ですね。来るか。よし、ゲルグが出てくるな。ゲルグが前に出てきてくれたぞ。釣り出されてきた感じ。いた。さあ撃破ですね、いい感じだ。うん、まああれだね、一年戦争の時のジオンの機体はそれほど脅威にはもうならなくなってきましたよね。さあここは倒産ぜよ、どんどん倒していけ。ザクごとき瞬殺だ、いいぞ。お、レベルアップ、いいね。さあガーベラテトラ海がレベル2ですね。あ、そういえばあの情報いただいたんですけど、ガーベラテトラ海をそのままなんか開発していくと確かキュベレーになるっていう話をいただいたと思うんですよ、確かね。確かそうだったと思うけど、うん、なのでキュベレー目指して頑張りたいと思います。うん、このままね頑張ってキュベレーにしていきたいですよね。キュベレーね、あのなんかこのなんていうの、独特だよね、形がね。うん、それが結構好きです。あっと、詰めてくるか。1ターン目から詰めてくるとはちょっと思ってなかったな。これいけるか。
さあ、あと何機だ、あと6機、6機、もう6機か。うわやべめっちゃ詰めてこられた、どうしよう。グループ攻撃してもいいけどな、出撃させるか、とりあえず、とりあえず出撃、こっち押さえるか先に。あ、くそー、これこっちの部隊の負担がでかいが仕方があるまい。ちょいとばかし負担がでかくなりそうだがしょうがないね。さあジェイガン、パワードジム、こう落とせるかな、グループ攻撃でちょっと向こうが落としてみたいな。うん、ちょっと落とさせてもらうか。ピスロック、オッケーオッケー、いいぞ、まだいけるな、オッケー、行きましょう、どんどん落とせ、どんどん落とせ、いいぞ、ドカーン。さあレベルアップですね。うん、お、大きいね、キャリーベースレベル4、よしよし。まあ戦艦もね、ちょっとね、ちょっとぐらいはレベル上げておかないといけない気がしますね。うん、さあグループ攻撃仕掛けようか、グループ攻撃仕掛けていくぞ、 OK。 あ、3つしかいかないか、これちょっと見てみたいね、グループ攻撃9機でグループ攻撃だよ。ここで一気に叩くぞ。一気に行きます。やめておきな、お前さん思想が出てるぜ。悪いな、俺は手加減というものを知らないんだ。さあさあグループ攻撃いいよ、全員でグループ攻撃だ、おお素晴らしい。これはこの中進んできたらそりゃ死ぬわこれはちょっといかつい感じになったな。ドーン、オッケー、いいねいいねいいよ、素晴らしいよ。レベル5までいったか、いいね。よしよし、みんなレベルが上がったぞ、素晴らしい。お、キャラクターレベルアップ。さて問題はだ、ここ、こいつ撃ち落とすか、これ撃ち落として、オッケー、いいね、メガビームキャノンのこの射程の長さね、素晴らしいものがありますよ。オッケー、来た、いいぞ、これでだ、これで相手にできる。さあ観念するんだ、お、支援してくれるぞ、いいね、当たるのか果たして、いい、当ててくれる、素晴らしい。さあ撃破だ、オッケー、いいぞ、これでなんとか大丈夫そうだ。あとは、あとはここだね、ここ、あ、ビームライフル1マスこっちか、オッケーオッケーオッケー、いいよ、オッケー、完璧だ、これでなんとかなるね。あ、もう倒したか、イベント条件 OK、 敵軍医と12機以上撃破したんだね。さて問題はここからだな、ここからだ、どうしたもんかね、ビームライフル同士打ち合ってみるか、これちょっときついぜ。私はエグザムのパイロットとして選ばれたのだ、そうやって貴様は全ての他人を見下すのか、貴様に分かるものか。さあどうだ、うわー、これきつくないか、うん、エグザム同士で打ち合ったら間違いなく襲われるな。ちょっとセーブしましょうか、ここら辺で。あとは2号機撃破するだけだからな、ミッションとしては。で結構こう敵との、戦闘し始めの敵との距離も近いし、そんなになんか時間がかかりそうには見えないんだが、攻撃してくるのやめたか今。あ、
しまった、動かすの忘れてたな。パイク砲か、パイク砲か、来ないか、うわくっそー、すり抜けてくるな。ボールに攻撃か、うん、射程を理解していらっしゃる、避けていく。さあジェガン打ち返せ。さあよし、失礼、あ待ってくしゃみです、えっ、ああすいませんでした、お見苦しい音をお聞かせして申し訳ありませんでした。さて気を取り直してやっていこうか。ボール当たるなよ、ボールやめて、当たらないで頼むから、当たらないでって頼むよ。くっそー、当たるんじゃねえよ。対空砲、対空、あ避けられた、くっそ避けられた、ダメだ、ボールじゃ話になんねん。やっぱりよくこれで守りきれますとか言ったなあいつら。さあ腹部優先ミサイル、ミサイルで撃ってくるか、痛い、やばいよ、やばいってこれ、機体の損傷が激しい。これ多分オッケーオッケー、大丈夫だな、一旦待つか、うんそうだな、このターン待とう、ちょっと離れて待ちましょうかね、多分攻めてくるでしょう。でだ、問題はだ、ここ詰めるしかないか、距離を詰めていくしかないね、この距離で戦うしかなさそうですね、仕方ないね、戻るのが遅くなりそうだけど、ポイントばかし仕方ないね、その辺は。さてよし、これで、うん、後ろのリックドンは全部やってだと、後ろのリックドマは全部やったね。問題はここからだな。さあこいつをとりあえず倒します。なんでだ、さあブルーディスティニー3号機使っていこうか、ブルーディスティニー3号機を使っていきましょうか。あんまりあれだな、サイコミュー試験機が多分すぐにエネルギー切れを起こしそうだ。そしてこいつだね、次は OKOK、 いい感じだ、敵を一掃できそうですね、一応 OK。 いやちょっとボールたち戻すかボールたち大変なことになるよ、このまま出しといたら、いかつい感じになるなっちゃうね、うん、あと3発しか出せないか、あと3発、よしよしよし、 OK、 撃破、こいつまで届くかな、いけるか、オールレンジ攻撃、ハイパーバズーカいけるかな、ちょっと見てみようか、オレンジ攻撃で倒せると思うんだけどな、当てろよ、当てろよ、頼むぞ、何もかも消えてしまえばいい、オッケーオッケー、撃破、いいぜいいぜ、撃破だ、お、ユニットレベルアップ、いいですね、レベルが2、うん、育てていきましょう、ということでパイになるか。さあこいつをしっかり落としていくよ、オッケー、落とせよ落とせよ、いいね、撃沈だ、さあ沈めたぞ、これで OK だ、あやべ見てなかった、ファイナルだったか、しまった、
まったね。つうかこれ確か表示変えれたよな。特殊表示これだ。ステップ表示しよう、うん、これ見ないとわからんわな。まあいいか、そんなに今急いでないし下げる必要ないですね多分ね。パンネルでも使うか。いやメガビームキャノンが一番いいんだが、オッケー、これで支援をさせよう。これが対空攻撃が一番命中率高い。オッケー倒したね。よしいいぞ。さて、あでも一応戻すか。マスターユニットは念のため戻しましょう。そして彼も戻しましょうか。リターン、うん、彼じゃない彼女だけどね。うん、戻しておこう。さあそして前に出す、前に出していきましょう。さあこれでうん、オッケー整ったね。さああとは先に、いやー動いてくるよね、動いてくるよね。このターンで動いてくるのか。もう一旦待ってばよかった。普通に待ってばよかった。失敗した。まあいいか、とりあえず次のターン、痛い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 、次のターンまで待とうか。一回来るよな。オッケーオッケー、空優先ミサイル来るね。当てろよ。これ当てれるかどうかが結構でかいぞ。当てろよ。オッケー来た、でかい。さあこれちょっと待って、セーブしてこのターンで決めないと多分失敗するんだな。ダメージの感じ的にはこのターンで決めきらないと失敗しますね。エグザムシステム、さあ決着をつけようか。いけよ、当てろよ。行くんだ。まだやれるはずだ。行け、頼む、当てろ。よし決まった。私を愚弄するのか。さよならだ、帰りな。ヒストリックモーメント、やってくれるな連邦のパイロット。しかし私はジオンの騎士ニムバス・シュターゼンだ。貴様などにはやらせん。あ逃げた、逃げたぞ。あれあれあれ決着じゃないのかあれで。宇宙に逃げたの。貴様と私どちらがエグザムに選ばれし者か、今ここで決めようではないか。お前一回負けてんだよ。ニムバス、アンノーン。おっと待て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 ちょっと待て、どこだこれ、どこだ。待て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 、それまずくないか。全面に移動できる、全面に移動できるが、ここか。うわまずいこれ、うわーちょっと待て、これまずいな。後面に移りたいが、これいけるか。奥面にクス、ニムバスが邪魔だ、ニムバスが邪魔だ。頼む戻る。いやーちょっと待て、くーこれまずいな。前面に出てきてほしいとこだな。いやーしまったー、オッケー分かった。次のターン前面に出ればいいんだな多分ここで。オッケー、ここなら出れるね。戻りつつ戦いたいな。ニキテイラ、こいつがここ
戻りながら戦いたい。いや距離が微妙かこれ。こっちなら、どちらにしても距離が微妙か。いけ、よし倒せ、うん、いいぞ、とりあえず倒していけ。あー、いや今のミス、これをミスってるかもしかして。ガズアルピンキャノンフライブレード、おーしよしよし、ユニットレベルアップはいいんですけど、ちょっと待てこれ。まあユニットのレベルが上がってくれるのはすごく嬉しいんですが、ドライ戦さあこれどうしたもんかな。戻りながら戦いたいよね、できる限り。OK いいよ、しかしだこれいけないか、もしかして攻撃は、あいけるね、素晴らしい遠距離。そうかインコム、インキャノンもあるのか。さあさあ急いで戻れ、急いで戻るんだ。そうしないと大変だぞこれ、戻りきれない。あミスったか、これホワイトベースの位置ずらしてから戻せばよかった。くそー、この位置手前までいけるわ、手前までいける、この位置までなら大丈夫、この位置までなら大丈夫。戻れるか、戻れる、よし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 、戻れるぞ。とりあえず戻らないとまずいんですよ。そしてだ、輸送艇もしっかり移動させていかないと、取り残されたら終わる輸送艇だけ取り残されたらマジで終わる。来るよな、来るな。上に来たか、上に来るよな、そうなんだよな、そっちが来しまうんだよな。これで北面に行けるが、北面に行けるんだけど、よしこれでだ、前面に来い、 OK これでいい、これであいつらの相手をニューガンダムたちで刺したいよね、ニューガンダムたちで刺したいんですよ。できればこっちの舞台でやらせたいですね。うん、そうですね、こっちの舞台も、うん、よしこれでだ、これでよし、これでよくはない、側面に、あーいやどうしよう、こあー悩む、とりあえず様子を見よう、これで様子を見よう、一回上がってくるね、よしよし上がってきたね。さあ彼らはまだ上がってきやし、おっと待て射程が鬼だ、ちょっと待ってこれまずい、これまずいぞ、射程がわけわからんことになってる、あー危ない危ない、やばいやばいやばい、落ちる落ちる落ちる、落ちちゃう落ちちゃう、危ない危ない、結構まずいぜこれ。ちょっと待って前に出すか、前に出して
さてここ守りたいね。出撃こっちのチームでやっぱりやらせよう。こっちのチームでやらせましょう。さてスーパーガンダム行け。よしいいぞ。素晴らしい。さてそしてマスターユニット、マスターユニット出して、うん、そしてだ、君にはその場から動かないでおいてもらおうか。オーケー、いい感じだ。さてこれでマスターユニットも出して、そしてミノフスキー粒子を巻いておきましょう。多分これで大丈夫だと思うんだけどな。ハンプよし、 OK、 セーブ一応しときますか。いやーちょっと怖いな、ちょっと怖いけど多分大丈夫だと思うんだよな。いけるでしょう、おそらく。さあレベルは上がっていくでしょうかね。こっちに打ってくるか、こっちに打って、あーやばい。結構怖い。上がってくるか、上がってくるか、そこ上がってくるんですね。 OKOK、 結構近場に上がってくるな。さあ来な、避けていくよ、避けますよ。さあまずいよこれ。これまずいよ、まずいですよ。ビグロ1体捕獲したいけどどうしようかな。レベルの上がり方を見て考えようかな。さてビグロ、ビグロはアビリティないね。オッケーオッケー、アイフィールドが持ってたらどうしようかと思ったけど持ってないんですね。さあ落としましょう、どんどん撃っていきましょう。いいんじゃないこれ。メガガトリングガン、殺支援、ガン砲射撃。さあ落ちな、大丈夫でしょう。さあどんなもんかね、レベルの上がり方は。よしいいね、レベルアップ、レベル2ですね。うん、やっぱ1ずつだよねそれはね。さあ、量産型ニューガンダムもレベルが上がっていきますね。いい感じ、ユニットレベルアップ、ヤクト動画もレベルがアップ。さあいい感じだ。おおいいね、それはそうか。それはそうだね。もっとレベルは上がらないか、上がってレベル2には上がったね。これ取っていくか、取っていった方がいいかな。どうしたらいいでしょうかこれ。ビグロマイヤー、うん、倒そう。あーいやでもな、取るか。ビグロ1体捕獲しましょうか、捕獲していこう。うん、なんかあれもね、倒したのもったいないですからね。さてこれで落ちてもらいましょう。いいよ、いい感じだ、素晴らしいね。あれ避けられた、まだしゃあないな。さあ見なさいよ。このデカさ捕獲できるっていうね。明らかに大きさ合ってないやろ。8、2個ずつ使いますね。うん、バランスよくレベルを上げていきましょう。レベルっていうかパラメータ上げていきましょうね。パーフェクトガンダムはレベル8ですね。4なので、攻撃力と防御力を上げようかな。さあこれでレベル3まで来ましたね、ニューガンダム、量産型ニューガンダムは。早いとこニューガンダムになってほしいんだが、 OK、 いいよ。そしてスーパーガンダムをレベル3って感じだね。 OK、 おーいいね、キャラクターのレベルも上がっていきますよ。イブラハム、
気合、うん、さあこれで一度戻すか、一度戻すか、ちょっと待って、とりあえず捕獲ですね。で部隊の方は下げましょう。マスターユニットも下げたいな、一回下げるか、マスターユニット一回下げましょう。まあいいか、別にマスターユニットは下げなくて、ここ正面からお相手いたす、お相手いたしましょう。んで寄りましてと、履歴こちらの部隊を出しましょう。ここでいいかな、ここでいいかな、よしよし、 OK、 これでいいんじゃないかな、こんな感じでいきましょう。そしてとりあえず、うん、まだ向かってきていないのでここ倒しましょうかね、ここしっかり倒していきましょう。さあズタズタにしよう、ズタズタにしようか。どっちがいいかな、ハイパービームサーベル、そして対空いきましょう。これで多分撃破ですね。うん、まあ当たらなかったけど、まあよしとしよう。バカな、私は誇り高きジオンの騎士ニムバス・シュターゼンだぞ、関係あるかよ。さて前に出るか、多分大丈夫だよな、エネルギーの問題がありそうですけど多分大丈夫でしょう。いや一回戻すか、戻してもな、まあまだ余裕があるから戻すか。こっからちょっとね、この第2部隊には長丁場になりかねないからね、うん、 OK、 これでよし、 OK、 OK、 これで大丈夫だろう、これで大丈夫だと思う。よしよし、 OK、 OK、 さてじゃあ次のターンに行ってみますか。上がってこれないよね、 OK、 これ打ち返してもしょうがないか。さあおっと、だがミノフスキー粒子、ミノフスキー粒子のおかげ、さまさま OKOK、 そろそろ決着がつきそうな予感。ここをとりあえず、ここからあれだな、別にいらなかったな、マスターユニット一応使うか一応使っておきますか。まあレベル上げになるしね、戦艦のザクに対しての攻撃が半端ないね明らかにオーバーキルですよ。さあ、OK、超強気。どうだ？これで、まあザクを普通に倒せばいいんですね。あとは、まあ違う。ジムがどっから上がってくるかだけどな、あれ。ジムじゃないか。ゲルググが間違った。ジムじゃないね。ゲルググがあの。ね、上がれずにさまよっているゲルグがどこから上がってくるかですけども、正面倒すか、ちょっと待って、これなんかマシンガンで普通に倒しに行こう。エリスさん、今回あれだね、多分こちらのパイロットのレベルが未熟だからっていうのもあるけど、なかなか 100% っていう表示が出ないね、そんな印象はあるな。 OK、 とりあえずこれで待ちですね。さて正面に出ましょうか。ここでぶつけておくか。
よし、これで OK ですね。さあ来なさい、かかってくるかよい。上がれないね、なかなか上がれないですねなかなか上がってこれないですね、あの人ね。さあバシッと、あ、倒してもうた倒してしまった。さあどう来る、そこを打ち返しちゃうよ、打ち返しちゃうからね。 OK、 さあ来な、おっと射程が、射程の隙間だったか。さあ打ち返しましょう、ヒートランス、ジムクエル、お、ジムクエルがもうレベルが上がりそうですね。でもレベル6までいかないといけないんだよね、確かにこれね。さあいいよ、いい感じだ、デイキン、さあ来な、 OK、 打ち返してあげるからさあ。いいね、いいね、もはやこのぐらいの敵では相手にならないね、うちの部隊は。さあレベル5ですね、あとレベル1必要だけど。さあニキさんレベルアップ、格闘スキルがなさすぎて困るのこの人、本当に鬼のように格闘スキルがないんだが、落とせるかあれ、落とせ、本堂無用でいけ、 OK、 落ちたね、落ちましたね。どう、チョキ、さあ来い、これ落とす、いやちょっとジムクウェルのレベルアップの手助けをしよう。さあこれも撃ち落とそう、あれはいいや。さあ落ちな、さよならだ。さあ超一撃、さて、まんべんなくやってしまおうか、これで。ああそうか、しょうがないな、ガザがちょっとあの射程の隙間に入られてるね、しょうがないですねさあ、あとリックドミッキーってとこですね。よし、いいよ、いい感じだ。いやーまあ今回も、まあ、ちょっとね、ヒヤヒヤする場面がありましたけれども、なんとかやっていけてるね。バッシュ、 OK。 さてこっちは片付いたので、あとは誰か、ブルーディスティニーがレベル上がりそう、あ、ジェガン、パワードジム、パワードジム、ちょっとパワードジム使いたいね、いけるかな、いや無理か、パワードジムかジェガンかどっちかですね。パワードジムで行くか、パワードジムで行こう。ウルバックマシンガン倒せるか、大丈夫か、ウルバックマシンガンね、ちょっと危険だな、ちょっと怖いな。ハイパーバズーカ、ハイパーバズーカ撃っときたよな、ちょっとなんか不安だな、あれブルバップマシンガンじゃ落とせない気がする、あでも艦砲射撃で当たったから大丈夫か。よし、いきゃ、ユニットレベルが6になりましたね、これで多分開発できるんじゃないかなと思うんですけど、どうでしょうね。で、こいつを背面まで下ろしてと、あれちょっと待って、どこ行った、どこ行った、あれ、あこっち、あここに出てくるのか、なかなかわけわからんところに出てくるな、あいつ。ジェガンを送り込もう、ジェガンとブルーディスティに送り込んで、多分これでレベルが上がるんじゃないかと思いますけどね。さあこれで次のターン多分上がってくるでしょう、 OK、 上がってきた、これでおしまいですね。ハイパーバズーカ、ビームライフル、ビームライフル、 OK。 さあ落ちなゲルググ、よしよしよし、撃破ですねこれで。さあイントレベルアップ、
リーガンがレベル2、そしてうんいいね、ブルディスに3号機レベル10、そこまで俺育てたことないぞ。こんなにブルーディスティニーをめでたことはないな。よし、いいでしょう。さあステージクリアですね。うん、さあどんな感じで終わるんですかねこれね。うん、青の伝説ボロボロじゃないですか。ユー・カジマとニムバス・シュターゼン、エグザムをめぐる2人の戦いは幕を閉じ、すべての機能を停止した U のブルーは空をさまよっていた。 U の目に映る漆黒の空、それは消えることのない死への恐怖だった。いやいやわ、そんな。しかし空にはあるわ、空には心が満ちているの。その心は敵意だけじゃない。うん、あなたを呼んでいる人がいる。戦いを目的として作られたエグザムが最後に見せたものは、人の思いに彩られた景色。そしてユーはマリオンの言葉に導かれるように仲間たちが待つ場所へと帰っていった。よかったな、ハッピーエンド。エグザムシステムは公式な記録として残されることなく、その存在はあれだね、もうユニコーンガンダムデストロイモードみたいなもんだね。しかしエグザムはユーの心に決して色褪せない記憶として確かに刻み込まれたのだ。その後のユーが戦うことの重さに押しつぶされずにいられたのは、あの時の色を忘れずにいたからだ。それはマリオンという一人の少女が見せた青い空の色だった。うん、でもあれですね、こうハッピーエンドで良かったですね。なんか結構こうガンダムってバッドエンドチックなの、まあそうでもないか、バッドエンドではないか。うん、なんかちょっと悲しげに終わるやつ多いじゃないですか。そうでもないかな。そうでもないかもしれない。今ちょっと思い返したけど、そうでもないかもしれない。さあということで編集していきましょう。次はさあ何が育つかな。 OK、 これですね。とりあえずハードジム、あ、ゼフィランサスか。やっぱ1号機になるのか。なるほどね。とりあえずゼフィランサスにしましょう。でもあれだよね、そうそう、これ同じになっちゃうよね。まあ、テイムになっちゃうね。ちょっと考えないといけないな、そこは。さあ、そしてジェスタ。ジェスタではなくて、多分これが、ニューガンダムじゃないかな。違うかな。とりあえずもう1レベル様子を見ましょう。さあ、そしてスーパーガンダムはどうだ。OK、来た。はい、ちょっと待って。まあ、ガンダムマーク3か、結局。結局ガンダムマーク3なのか。あ、G ディフェンサーか、これ、ウェブライダーじゃない。G ディフェンサーか。さあ、ガンダムマーク3にしましょうか。ガンダムマーク3にするのいいけど、多分、次ガンダムマーク4だな、これ。ガンダムマーク、あ、違う、でも、5とかかな。これなんだ？なんか違う機体が1つある。ここ、とりあえずレベル4まで上げてみるか、じゃあ。ガンダムマーク3でしょ？ヤクト動画はどうにもならないね、まだね。ギラ動画最強の試験型だ、ね。うん、で、次は、お、そうだね、ジムクーエルは？あ、そういうことか。スタンズ仕様になるのか。なるほどね。とりあえずチャンス仕様にはしてみましょうか。これで、さあドライセンはどうだ。袖付きか。もう1レベル必要ですね。次に行くまでは。さてガズアルはまだですね。レベル5までじゃないといけない。全然今回開発できないね、やっぱり。うん。まあ仕方がないでしょう。ということで捕獲リストからビグロを確保しましょう。で、設計などできるのでしょうかね。お、設計できそうぞ。サイコガンダムマーク3。なるほどね。ガンダムマーク3でサイコガンダムで、サイコガンダムマーク3になりましたね。他は他はないのかな？ないの。ということで、今回の動画はこの辺にして終わりにしたいんですけど、次回の面を、一つ、ゼータガンダム3号機、ちょっと待って。何 ?100 歳以上登録。ちょっと待って、ゼータガンダム3号機。ゼータガンダム1号機。1号機は飛ばしちゃう感じね。次は、サイドストーリー0079、コロニーに落ちた地でですね。なるほど。まだまだっすね。まだまだ収録されておりますね。あれだね、サイドストーリーまだ全然続くな。この辺までずっとサイドストーリーでしょ。でもこれ0081か。これ79でしょ ?79。はい、79ですね。79ですね。あ、もうずっと79だね。すごいね。一年戦争のサイドストーリー異常にあるな。ということで、次の面は、あ、地上だ。地上だな、多分これ。オッケーオッケー。お、ゼフィランサー使えるぞ。ゼフィランサー使っていくか。うん、お金が結構溜まってまいりましたので、ゼータガンダム3号機欲しいな。ちょっと待って、これ、あれか。使えないのか。待機で、ここに来るのは、ウフライトタイプじゃなくて、
一歩フライトじゃ、これだね。うん、スレイブレイス。これを配置するしかないですね。あとは、あとは多分大丈夫だけど、スレイブレイスじゃなくて、ちょっとあれ欲しいな。入れ替え。ちょっとか、データガンダム3号機見てみますか。どこかな、行き過ぎた、行き過ぎた。これだ、データガンダム3号機。なるほど。260、強いね。260、地上 A、宇宙 B。地上用に作られてるんだ。なるほどね。ちょっと、6万5だ。でもな、もったいないか。このままちょっと置いとこうか。結局買わないっていうね。さあ、とりあえずじゃあセーブしましょうか。いやー、よかったですね。最後、こう、なんていうかな。まあまあ、ハッピーエンドで。はい、というわけで今回の動画、よかったなと思ったらチャンネル登録、コメント、高評価お待ちしておりますので、ぜひよろしくお願いします。それでは皆さん、次回の G ジェネレーション、ジェネシスでお会いしましょう。さよなら。